カリスマコンサルタント谷敦がお送りするジャストフォアユーマンデースペシャル、素敵な番組が始まっています。この番組はラジオ関西からガッツあふれる、熱血社長をお迎えいたしまして、谷敦先生が関西の、企業の皆さんを元気づけようとやってる燃えろ中小企業のコーナーの今日はゲストの、方を社長をご紹介しようと思います。それでは社長をお迎えしたいと思います。東和警備保障株式会社井上徹社長です。社長よろしくお願いします。どうもようこそ社長、来ていただきましてありがとうございます。まあ、警備会社さんの社長さんということで、はい、どんな怖い人かなと思ったら、はい、なんと柔らかい温厚な、はいはい、ね、すごい語り口調の優しい。言われませんか社長？あんまり言われませんけど本当柔らかおっとりしてる雰囲気も見せながら、でも番組の中では実は熱いガッツを語ってくださいね。秘めたる情熱がちょっとバレてしまいましたねよく目が怖いと言われます。目が笑ってないとかね。笑ってますよね。笑ってますよね。大丈夫です。今日は谷谷先生と一緒だから笑ってらっしゃるんじゃないですか、うん、そうなんですよ、ね、ちょっとね、そうでしょ、うん、神戸新聞社さんからねご紹介をいただいたんですけれどもね、はい、この見守り隊って、はい、これ今ねお年寄りがちょっと100運歳の方がちょうどこう行方不明やとか、うん、こんなんがもう皆無になるに違うかなっていうこのサービスがね、はい、浸透したらっていうことで、はい、でそれで私ねちょっとぜひともっていうことで来ていただきたいなと思っていろいろそのお話をしていただくんですけど、このお話ねちょっとだけ触れていただきたいと思うんです。ラジオリスナーの方、はい、後で本編で詳しく聞かれると思うんですけど、このサービスっていうのはどんなサービスなんですか？これはね、一人暮らしの高齢者の方を、うん、まあ、対象としてですね、うん、まあ、離れて暮らすご家族の方にですね、うん、成り代わって我々、まあ、警備業者がですね、うん、何かお役に立てないかということで、うん、まあ、始めたサービスなんですけどね、うん、すごい、まあ、ご近所さんみたいな感じを。そうですね、東和さんが温かく、はい、まあ、今一人暮らしの高齢者の方が非常に増えておられますんでね、うんうん、ですから、まあ、やっぱり一人というのは危険ですから。危険ですよね、はい、やっぱり本当今必要なサービスっていうのを私もつくづく感じましたよ、ね、これ発案はどなたがされたんですか？私がねしました。素晴らしい。素晴らしいですよね。谷谷先生峰のつぜつけどころが素晴らしい。やっぱりね、こんなんを発案する社長っていうのはどんな理念を持ってはるんですか会社？いや、別にね、こう言い張るんですよね。かっこいいでしょ。さりげないですよね。さりげなく、はい、でもしっかりと、まあ、世の中を見つめて社会を見つめてね、はい、そしてやっぱりお客様視点でね、やっぱり物事を見るということじゃないでしょうかね、うん、はい、警備保障のね会社でありながら、うんうん、サービス業そのままなんか地で行くような、うん、そんなケアの部分も ね、 ね、番組の中に聞かせていただいて、うん、社長こうあるべきみたいなところを感じさせていただきましたよね。そう、人と人とのやっぱり絆、はい、まあ、この時代心の時代ですよね、はい、やっぱり警備保障っていうゆえども、やっぱり心で見守って差し上げる、うん、このやっぱり心からのそのホットな警備会社さん、はい、っていうことで、ものすごくね私も安心しました。その辺のところは社員教育にも生きてらっしゃいましたよね。その辺のね、はい、秘密をまたラジオで語っていただくんですよね。本当ですよね、はい、非常にあれですので、リスナーの皆さんに聞いてくださいモードで一言メッセージをお願いしたいんですけど、頑張って喋ってますんでお聞きください。もう社長ね、あちこちちょっとね、はい、マスコミも結構出てらっしゃって、もう本当にお上手で、はい、こう秘めたる情熱でね、はい、いろんなその関西経済を熱くするためのヒントぎっしり詰まった、放送になると思いますので、はい、本当に素敵なね、はい、内容でしたもんね、はい、それをもう皆さんにぜひ聞いていただきたいという、そんな熱いメッセージをね、我が社の売り上げを上げたいと思ってる社長、本当にね、やっぱりヒントになりますので、どうぞ聞いてください。はい、はい、今日、お招きしました東和警備保障株式会社の井上徹社長は、8月23日月曜日ラジオ関西の方から、放送ということで、お時間は21時までの8時半からの30分ということで、はいはい、そのお時間ぜひ皆さんラジオ関西にアクセスしていただきたいと思います、はい、それでは社長いきます、はい、お楽しみに。